はい、速稼塾の久保です。今朝そして昼過ぎにですね、私はね、ファイザー社のワクチンが日本政府と、契約になってなかったということを河野太郎行政改革大臣が、発表したよと、白紙に戻ってるよってことを、なんだ厚生労働大臣契約したなんて嘘をついたんじゃないか、そして3億1000万本の、入荷がね決まったみたいなことを菅総理言われてたけど、違うんだねっていうことをちょっとね強めに放送してみました。私がね情報を受け取った時に素直になんだワクチン入ってこないんだっていうふうに感じたんですけども、私なりにバイアスをかけたところもあります。例えばね、それによって、緊急事態宣言が延長になったりとか、これによって、オリンピックがダメになるみたいなのは完全に私のバイアスですね。でもこういうふうに私も情報を受け取った時にどんな形で放送しようかなって考えるとね、いろいろと報道機関が悪意を持って強いバイアスをかけてくるってことをね、やっぱりこう認めざるを得ないかなと思います。そんな中で今日ね、ある東京の佐野さんって方がねメッセージを私にいただきました。朝の動画を見て感じたことを送ってくださったんですけども、ここに書いてあることはね本当にその通りだなということばかりでございます。詳細はちょっとお知らせできませんけども、ざっくりとお話しすると、海外の企業と契約を結ぶ際にいきなり詳細な内容を定めるわけではないよと、ざっくりのスケジュール間の基本合意契約って、要するに仮契約みたいなやつですね、そういったものを結ぶことによって、なんとなく責任追及をお互いにしないように、なんとなく手下がりで進めていく、いろんな状況を加味しながら一歩一歩進めていくってところじゃないかなっていうことでお話しいただきました。確かに冷静に考えるとそうなんですよ。そして分かってる範囲のことを、報道機関に伝える。報道機関はこのぐらいの大きくしてね、じゃないとほらアクセス集まんないから、でびっくりするような、落差をかけてバイアスをかけて報道すると。でそれを受けたと国民が基本的には政府のことを信じてないとか、政府めこのバカ野郎みたいな気持ちがあるところに情報を受け取ったら、ほらやっぱりインチキしたじゃないかみたいなね、どん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 この伝言ゲームっていうのは人が入れば入るほどもう元情報とは全然違う方向に行っちゃうっていうのはよくあることですよね。そしてマスコミっていうのはあえてそういうふうな動きを察知して、もっともっと派手になるようにアクセスが呼び込めるように、そしてパート2パート3が作れるように報じていくんですよね。私もですね、マスコミほどの力はありませんけども、 YouTube っていうのを通じてね、ちょっとこっちに行き過ぎちゃったりあっちに行き過ぎちゃったりってことを自覚することもあるんですよ。ですんでね、そういうことが私なりに反省できるたんびにね、ちょっと情報の修正とか公平性とか、私は個人的にそう思ってるけども、皆さんにもそう思ってくださいってことではないですからねっていうふうなね、注意書きを入れないといけないところもあるんですよね。ですんで今回の動画まとめますけども、情報が来たからといってそれをどういうふうに受け取るかは自分の解釈次第なんですよ。悪意を持って聞くのか、悪意を持って再発信するのか、善意を持って聞くのか、善意を持って再発信するのか、いろいろありますんでね、今回、いただいた佐野さんみたいな冷静な意見というのは、いつも私の、考え方に、冷静さを取り戻してくださいます。本当に、ありがとうございます。これからもね、佐野さんに限らず他の、皆さんからのご指摘とかね、お叱りご意見もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。そして今回の騒動が落ち着きましたら、また東京で会いましょう。川陣でお約束できれば幸いでございます。もしくはですね、またね、海老名とかで会いましょうかね。それとも横浜がいいかな。どこでもいいんで、また皆さんとお会いできること本当に楽しみにしてます。それではありがとうございました。よろしくお願いします。